食べるスナックとかだけ売ってる感じか、料理のお客さんはレストランとかはないのかな。いや、ビューレストランってなってるかな。あんのかな。すごい。あー、でも、ポッポンの香りがすごいする。お、若いと買ってんだね。ただ寒い。標高が高いから結構冷えますね。風も強いし。だからこの上のやつとか乗ってると相当その先ね、関西圏が一望できますから。あ、レストランある。草間ない。まあ、ホワイトです。すごいね、レトロなあちこちにありますもんね。あ、こっちにちょっと食べれるところあるんだ。あ、こんな風になってんだ。なるほどね。今やってんぞ。ごまさんカレー。カレーいいな。こんな感じやってるとかあるんだ。あ、別に、そんな高くない。すごい音がしなっとるけど。あ、今、チェンジ中か。アイドリングタイムに入っちゃったんだな。結構食えるところ多いんだ。まあまあ、そこしかないからね。逆に言うと。山の上すぎて駐車場車で来ることは全く想定されてませんから、すごいのは駐車場が全くないっていうのもすごいですよね。遊園地で一応山道はあるんでしょうけどね。あ、こっちもある理由ですけど、結構混んでるね。テラス的、ああ、なるほどね。この辺りとかもスキューブランケットもすごいもんね。こういう感じなんや。ゆっくりとくらいな感じするんだ。ここはもうこれなんかあんの。わあ、やっぱこの景色いいなぁ。それは何？ん？なんか落ちてった。え？あ、モノレール？あ、その先に駐車場があるんだ。勾配のモノレールに。あれ、こんなんあったっけ、お前。まあ、前からあったんだろうな。気づいてなかっただけか。あ、あんな感じで降りてくんや。上まではよ、車に登ってくるのは、まあ、大変ですからね。すごい。いやー、やっぱ景色いいな。ちょっと霞んでるとはいえ、雲がないですから、まあ、いい。景色ですね。あれは伊丹の空港に行くやつかな。関空から出発していくやつかな。シャンセコーですね。前にドーンと見えるのがおったわけだね。前に見えるのがあれアベノハルカスかな。方角的にそうか。あれがアベノハルカス。いやー、すごいですね。この前来たときは、冬だったしね。かなり。
海遊園地があったけど、あれなんかでもこの辺りやっぱ新しくなってるよな。こっちもすごいですけどね、大阪からずっと京都に続いてくね、こう来られる、自分でこう越えてあれですね、動く越えてるようなあれですかね。なるほどなるほど。うわーすごい。あ、だからあそこのとこね、あの山ね、鉄塔のところから回ってみたら、それは相当景色いいんじゃないですか。すごいですよ。ああ、こっち、あ、こっちやと すごく見えますね。うわ、うわ、すっげえわ、これ。じゃあ、これはポートアイランドの橋、その奥に、見えな、肉眼やとなんとか見えるんですけどね、明石海峡大橋があって、その奥に四国まで見えますね。わ、すごい。これはすごい。で、ずっと行ったらあっちが京都か。で、奈良が見える。うわー、これはすごい。はあ、これはぜひ一度来ていただきたいですね。これはすごいですよ。ワンフリーパス発売窓口があって。この辺きれいになってるよな。これ絶対リニューアルしてるよな。ゴーカート。すごいな。お店の感じだったら。赤いですね。で、あれしてと思ったけど、まあ、さ、こんだけいっぱい入っとるんやったら、ちょっと。趣旨変更して、山下りでもしてみる？そんな時間ある？今3時回ってたらやばい。3時回ってないな。行けんことはないな。どっちから戻れんだっけな。こっちか。どこから降りてけるんだよな。なんかもう車も入れないような道みたいらしいですけど、一応あるらしい。まあ生駒三条遊園地は安泰でしたね。大丈夫でしたね。特にゴールデンウィークでもないですからね、普通の週末でもこんなに入っとるんやったら、まあ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 、大丈夫でしたね。でもどうなんだろう、来場者数でいくと、あ、でも地方スペイン村と変わらん状態なのかもしれないですけどね。どうなんだろう。山桜か。そうですね、山桜だな。ラッキーで。こんだけ標高が高いんで、まだ山桜だと咲いてます。吉野とか行ったら、でももう吉野はさすがに咲いてないだろうな。そう、今回吉野方面はね、全く行く予定ないですけどね。どっちだっけ？あ、そこの側道か。そこは、いただきって何なんだろうね。ここはまだ別になってんでしょうね。へえ。どういう感じの施設なの？へえ。あ、こんな感じでね、こっちはこっちはまた独立してんだ。へえ。そんな感じでしょう。へえ。だから。
さっきトーンといろいろあるんですね。平日とかだと、あ、でも、いらん。とかわからないですね。1500円とかなんだ。へぇー。やっぱ一緒になってんだ。へぇー。で、あ、保護者が安くしてある。なるほどな。そういうことだ。だからこういう、あれだ。特性ってなってんだ。なるほどね。へぇー。面白いですね。で、そう、さっき、大きし間違えてましたけど、まあ、こっちも毎日20分ほど読んでいけるんですね。29分、49分。あ、普通に49分とかあったな。普通に、そっか、そういう感じなんですね。あ、ここに書いてあった。これですね。どうすること多かったというか、よし、列車があるならおとなしく乗ろうかな。さすがにしんどいんだよな。うん、また直行になってる。よし、ちょっとまた別のやつか。うわ、こう乗ってる。